さあ続きいきましょう。ドラクエ4外伝。はい。職業について、調べてきました。攻略サイトを見て調べてきました。はい。ストーリーに関するね、攻略に関しては、触れないで、はい。この職業に関するところだけをちょっと調べてきましたけども、はい。各、このね、職業のレベルだよね。はい。レベルなんぼで何の技を覚えるみたいなのは調べてきましたら、武道家と戦士、ラミアス・スフィーダはもうマスター済みでした。ホイミンも確かね、そう、魔法使いも確か、ベホマズじゃねえや、ベギラゴン。ベギラゴンが、これが最後だったと思ったんだよね。だから、この辺は転職してもいいのかな、というふうに思います。で、オルゴーに関してはまだなんですよ。はい。バギクロスだったかな、なんか、もう一つなんか技を覚えるんだよね。はい。で、覚えるのが多分次かな。一個レベル上がれば覚えると思うんで、なので、それ以外のメンバーはもうさっさと転職してしまおうかなというふうに思ってます。はい。ということで、早速、ちょっとハローワークに飛びます。まあ、これからまだちょっとね、強い敵と戦うことになる可能性はあるんですが、まあでも、レベルは割とね、もうここまで来ればサクサク上がってくると思うんで、まあ、すぐ追いついてくるのかなという気はしてます。あ、違う。こっちじゃないな。上だな。おい。で、OKOK、全員外した。で、何に変えるかってとこだよね。ラミアスがさ、またこれ、武道家行ったから戦士にするかどうかっていうとこあんだよね。そっちか、魔法をちょっとね、覚えたいよね。なんだったら全員魔法覚えたいぐらいだもんね。まあでも多分レベル30ぐらいだったらすぐ上がると思うから、一回戦士にして、はい、OK。で、まあオルゴまだだ。スフィーダ。こいつは武道家かな、やっぱりな。やっぱザ・ノーキンって感じがするからな。オッケー。で、ホイミンに関しては、僧侶かな。まあ、回復魔法は覚えてるから、まあ、じゃあいいんだけど、まあ、一応ね、僧侶の魔法を漏らしたいので、まあこんな感じですかね。大体全部覚えてんじゃないのかなって感じはするけどな、僧侶。そうでもないか。そうでもないな。全然そうでもないな。うん。魔法トーンとかバギザギ。やっぱこの辺覚えてないもんね。まあまあまあ、こんな感じでいきたいと思います。で、装備がね、交換になるんだよね。誰だっけ、スフィーダと、ね、主人公ラミアスと、交換になるんで、まあまあまあ、まあそういうのもね、含めて、ちょっとここ、選手と武道家、お互いにこう交換し合うっていう、まあそういう目論みもありつつ、お金かかんないからね、これだとね。力の腕は、豪傑の腕は、豪傑いくか。いいね。強くなったんじゃないですか？スフィーダ。爪。安らぎのローブ。羽帽子。力の腕はいってもいいのかなという気はするけども。ちょっと弱いか？どうかな？あ、まあ、オルゴーはね。まあ、いいっすわ。三日神。安らぎ。魔法の帽子。で、守りのルビー。まあ、守りのルビーかな。どうかな。いや。星降るではだね。で、ホイミン。
ホイミ、わあ、聖なるナイフ戻ってたら、三日神の盾、安らぎのローブ、魔法の帽子、まあ、防御アップかな。よし。まあまあまあ、こんな感じでいいんじゃないですかね。あと、控えメンバーだね、控えメンバー。ちょっと控えメンバーの馬車メンバーもちょっとね、見てみたいよね。っていうか、そろそろセバス使ってもいいんじゃねえかって気がするよね。まあ、完全にもう秘密兵器と化しているけども。ガニ。こいつ、あ、ちょっと待って。海出ちゃちょっと危険よ。あー、まだまだですね、こいつらは。まだまだだな。じゃあ、いいか。バロンの角笛。スフィーダ、オルゴ、ホイミン。よし。いや、強いね。全然、レベル1でもやっぱりステータス半分って考えれば、強い。HP も高い状態だし、まあ、悪くないんじゃないですかね。よし、じゃあ、実家行こう、実家。おい。実家で休んで、OK。よーし。OK。よし、いいね。で、小さなメダル持ってるから、これも預けに行ってもいいかなって感じするけど、銀の女神像と金の邪神像、これは手に入った。それで、どうだったっけ？そう、スタンシアラの王様だよね。ちょっともう一回行ってみようか、スタンシアラ。スタンシアラにもう一回飛びます。ちょっともう一回おさらい兼ねて。おい、うわ、もうだいぶ沈んじゃってるな。すげえな。行きましょう。おい。来たね。確かアイテム持ってこいみたいな、なんか言われてたけど、なんだったっけ？夢見るルビーだ。それ持ってこいって言われてたんだね。そうだったね。それを取ってきたので、スタンシアラの王様のとこに行こうと。また忘れちゃってるね。前回どの辺で終わったかね。夢見るルビーを渡した。おお、これはまさしく夢見るルビー。よくぞ取ってきてくれた。いやー、なんとも美しい。オッケー。追って忘れるところであった。これが約束の漆黒の悪魔像だ。受け取るがいい。オッケー。他の像のありかについて知りたかったらまた来るがいい。残りの像が集められることを祈っておると。ちょっと頼む、教えてくれ。純白の天使像はミントスの商人が持っていた。あ、盗賊が盗んでガーデンプルグ近くの海の洞窟。オッケー、そこ行こう。銀の女神像、これはもらった。金の邪神像ももらった。オッケーオッケー。よし、行こう。ガーデンブルクね。多分その4つでいいんじゃないかな。その4つ集めれば多分、あれじゃない？もう一回ちょっとい、えー、はーっと、プレミアムバザー。確か6つのうちの4つ持ってこいみたいな話じゃなかったっけ？なんかそういう感じだったから、これで達成されるんじゃないの？ 1、2、3、4、5、6。そのうち4つなんだよね。だから、6つ取ってこいじゃないんだよ。情報ない2つは、まあ、どうでもよくて。そう。そういうことなのよ。この4つ、情報ある4つを持ってこいってことだと思うから。どこだったっけ？ガーデンブルグ。ガーデンブルグの近くだっつってたけど。まあ、ちょっとざっくりしすぎだよね。その辺の情報が。まあ、ちょっとろついてみて、これだ！これちょっと気になるんだよね。行ってないから、そう。これ気になるんだよな。あの祠ね。さあ、行きましょう。いいね。いや、でもやっぱレベル1だから、ちょっと敵も強いな。うわー、ラミアス混乱。ラミアス混乱。
作ると入れとくか一応な。オッケー。おい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 、勘弁してくれ。ベギラゴン打つか。まだちょっと MP 低いからね、なんとも、なんともまだ魔法乱用できない状態。オッケーオッケー。まあ今回はその洞窟だっけ、海の洞窟、それちょっと探しに行く。おお、一気にレベル4までいったね。よし、その洞窟ちょっと探しに行く形。あ、これじゃねえか。もういきなり、いきなり出会ったよね。これが、これあれか。メダルか。オッケーオッケー。ちょうどいいわ。何枚何枚？あ、ちょっと何枚か。ちょっと A ボタン連打しちゃって。何枚かすっ飛ばしちゃったけど。まあいいや。ちょっとこれか。多分これだよな。オッケーオッケー、いいね、いいね。もうレベル4にしてもこいつらはもう雑魚と化している。いいね。力を貯める、気合を貯める、魔法トン、いいね。多分ここだよな。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ちょっとまだレベルが不安だな。まあレベル不安というか MP がちょっと不安なんだよね。でも100、マックス100あればいけるかな。あれ、音楽変わってない。あれ、フィールドに戻ったけど音楽変わってない。あ、これでいいのか。ちょっと待って、じゃあさ、レベル上げ兼ねてこの、さっき見えてたなんだ？祠？あれちょっと行ってみたいんだよな。あれちょっと行ってみたい。ベギラゴン連打はちょっとさすがにまずいかな。イオラ連打もちょっとまずい気がするけど、オッケーオッケー、いいね。回復しといて、これぐるっと回んなきゃダメかな。まあ今回はちょっとレベル上げ兼ねてって感じで、まあ、早く行けよっていう方は、ちょっと飛ばしで、飛ばし飛ばしでこう見てもらいたいと思います。早く洞窟行けよってね、そういう声も聞こえてきますが、まあ、旅はじっくりゆっくり、まったり、楽しんでいきましょう。で、ギラゴン。まあ、いざとなったら戻ってくるか？でも、マホトラ使えたんだもんね、そういえば。だったらベギラゴン連打でもいいのかなっていう。オッケー。いや、ラミアスめっちゃね、動き早かったけど、やっぱ戦士になったことによって一気に遅くなっちゃった。まあ、これはしゃあないね。こればっかりは。よーし。いいね。いいね、いいね。ぐるっと回んなきゃダメなんかな。ちょっとでも回り込めそうにないんだよな。どうなんだろう。あー、効かないか。いいね、いいね、強いね。転職を重ねるごとにこう強くなっていくから。よし、なになに、なに覚えたって。もう何でも何でもかんでも覚えていくよな。うん、バギーとかその辺かかな、多分。いけっかな、どうだろう。あー、いけなさそうだな。これ岩あるわ。こっから入ってくんじゃないの、多分。違うかな、多分、多分無理だなこれ。回路じゃ無理。まあ、ドラクエは必ずね、空路がさ、一番最後にこう、ね、手に入るから、そっからかな。まあ、そういう予感はします。
わあ、もう MP30 しかない。ポイミン。レギュラーゴンのこの燃費の悪さ。まあ、これだけの効果出てるからね。しゃあないんだけど。オッケー。いいね。スカラ。いいじゃない。なかなか厳しいか。でも街見えてきたから、一回宿屋挟んでもいいのかなという気はするけどね。いや、でもベギラゴンあればほんと楽。雑魚戦がほんと楽。ボス戦もさ、あれだよね、いいよね。なんつうのかな。楽よね、あの複数の敵相手にするときは。よし。まあだから、魔法使えるキャラがね、もうちょっとね、いてくれれば、すごくいいんだよね。よーし。よし、宿屋泊まろう。ちょっと待って、ちょっと待って。にぎやかだな。あれ、宿屋ない。あれ、宿屋、あ、これか？オッケーオッケー、これだね。よーし。多分ね、ダメだと思うんだよな。ぐるっと回っても、ただ、なんか、大陸一周するだけだと思うんだよ。多分。うわ、いいね。この音楽が始まる前にもうね。いいね。素晴らしいエンカウント。エンカ率。オッケー。なんかいけそうにないよな。諦めるか？ルーラでまだ戻って洞窟行きますか？このレベルでもまあなんかいけそうな気はするよな。いけそうな気はするんだけど、オルゴ、いやオルゴまだまだか。これ確かにオルゴあとレベル1アップで総量の魔法あれだと思うんだよね。コンプリートすると思うんだよな。確か。オッケー。やだね。いけそうにないな。諦めるか。諦めよう。空路で行けるときに、あの、祠ちょっと行ってみよう。あれが多分もしかしたら最後の、あの、スゴロクっていう可能性もあるからね。三つ目の最後のスゴロク。もう一回ガーデンブルク。ちょっとね、申し訳ない。無駄に時間過ごしちゃったんだけど。ちょっと申し訳ない。あ、でもお金まだちょっと溜まってきたな。ちょっとゴッドサイド飛びます。なんか、買えない？ドラゴン系の。ドラゴン系の装備ちょっとなんか買えないかな。ここだったっけ？あ、あ、ここだな。まあ、買えるけど、あ、全部下がるね。ドラゴンランス、これ欲しいよな。もうちょっとなんだけどな。洞窟行ってさ、戻ってきたら買えるぐらいなってるかな。まあ、その可能性はある。薬草って持ってたっけ？薬草は持ってない。薬草は持ってない。いいね。これ安いんだよな。よーし。薬草。オッケー、行こう。すんなりってくれりゃいいけどね。ちょっとまだ強い敵出てきて、現段階のレベルじゃ勝てないだったらちょっと困るんだけど、なんとかね。うわー、こいつらうぜえんだよな。イオラだったら撃ってもいいかな。 MP 吸えるからね。吸い取れるから、ホイミンは。イオラ売ってもいいのかなっていう。真空切り、足払い。いいね。
着々と強くなってますよ。いい感じ、いい感じ。船まで遠いね。船まで遠い。イオラ、イオラ撃ちます。イオラ撃ちながら進んでいこう。うわー、効かない、効かないパターンもあるからな。オッケーオッケー、いいね。いいね、いいね。オルゴーもいいね。殴れるからね。魔法使いになったらね、ちょっと殴れなくなっちゃうから。まあ、その辺は、しょうがないとこではあるんだけど。イオラナイスー、いいねー。オッケーオッケー。まあいね、このやっぱ物理キャラが2人、魔法キャラが2人、これがやっぱ一番バランスがいいのかなと思いますけども。さあ行ってみよう。どうだこの洞窟ね。本編のドラクエ4でも来たし、リバースト伝説でも来たからね。ああ、ミミックか。ちょっと現段階じゃちょっと強いかもしれん。まあ、ほとんど、即死怖いんだよな。即死、メラミ。いい、いいね。おお、まあ、いきなりだ。いきなりだ。いや、殴ってくれ。上級職ってあんのかな。まあ、あるっぽい気がするよね。なんかすごい魔法がさ、中途半端のとこで、あれだのよ、終わったからさ。上級職ってのあるのかもしれない。うわー、ダメだ。確率悪いな。おいー、マジか。いい加減、わー倒しちゃったわ。小さなメダル、まあ、小さなメダルはいいんだけど、ただただこれザオラルでザオラルでこれさ MP 持ってかれちゃったわ。これもうこの段階でもあれだよね、マホトラレンダーがもう確定しちゃったわ。まあしゃあない、しゃあないっすわ。さあ道分かれてるけど、一つずつちょっと潰していこう。これは外れかな。宝箱見えてるのがね、ちょっとねもどかしいよね。すぐ近くにあるんだけど、なんか胴長とか履いてなんか渡れそうな気もするけどな胴長。ちょっと待って、殴って、まあ、マホトラでもいいっちゃいいんだけど。オッケー。殴れ殴れ。よーし、いいね。あ、効かない。効かないってか？効かないと来たもんだ、これ。7で7水取ってもう終わりっていう。オッケー、いいね。まあいざとなったら撤退しますわ。基本1回でもね攻略しようとは思わないで、ゆっくりゆっくりヒットアンドアウェイでいきましょう。お、なんだこれ。あー、小さなメダル。オッケー。小さなメダルはね、本当にね、ありがたいよ。あー、これが、正規ルートか？だなと。あっと、宝箱発見。ちゃんと見とくな、見といて、オッケー。よかった。ドラゴンシールド。ドラゴンシールドは、下がるな。まあ、売ってお金にしよう。
よし、さあ行こう。おっと、もういきなり開けたとこ出てきたけど。あれ、もうか？ボスなしだったらいいなー。ボスなしだったらいいなー。わー、ルカナンやめてー。せっかくさー。MP あげたのいるかな？やめてー、もう。こっちから行くか。もう一回スクールと行くわ。よーし。1！ くそー、もうちょっと吸いたいなー。もうちょっと吸いたいぜ。1！ 大して持ってねえんだな、こいつらな、MP。くそー。ミミックにしてやられちゃったもんな。1。あれか、レベル低いから1しか吸えないのかな、もしかして。そういうことなのかもしれない。1だったら、じゃあ吸わない方いい気がする。いや、でもされど1か？されど1かね。もうベギラゴン行きます、ここ。ここもうボス戦ないと踏んで、ベギラゴン行きます。オッケー。よし。オッケー、オッケー。さあ、ボス戦なしでお願い。来たか？オッケー。よし、あと逃げるよ。まあ、割とすんなりいけたんじゃないですか？割とすんなりね。いいね。よしよしよし。やっぱイオラ一発入れときは全然楽。よし。じゃあ、逃げるぜ。あれ？リレミト使えない。マジか。自分の足で戻れってことか、これ。まあいいですけど、そんな奥深くないからね。そんな奥深くないから。わあ、ホイミン使うもんなねえな。ホイミンが使い物にならん。だから、控えでさ、もう一人ちょっとだから魔法のスペシャリストみたいなのがいてもいいよね。OK。馬車はある。馬車はあるぞ。ちょっと、いやでもな、他のメンバー、あれだしな、すっぽんぽんだしな、ちょっと厳しいかな。ちょっと厳しい予感もするよな。例えば、ドラドラとかさ、どうなのよって感じだよね。レベル19だけど、なんも装備品ないもんな。あ、でも、安らぎのローブあるか。まあ、死んでもいいから、ちょっと、帰りだけでも、ちょっと使ってみるか。こっちから、こっちからじゃ無理だ。やっぱぐるっと回ってこなきゃダメなんだ。ちくしょう、リレミト使えないってのかな。まあまあまあ、いいですけどね。たまにはね。たまには歩いて帰ろうぜっていう。ちょっとね、タクシーばっかね、使ってるとね、ちょっと、お財布事情もまだちょっとね、良くないので。凍える吹雪、燃え盛る火炎、ちょっと行ってみよう。これ使ってみたかったんだよな。いいね。あ、その割だな。その割、まあまあまあ、でも、うおー、やり返してきた。やり返してきやがったな。どうすっかな。6、7。キャダルコ。凍える吹雪。弱い吹雪、キャダルコなのかな、この凍える吹雪。あー、やっぱこいつら氷はちょっと耐性あんのか。ヘルダイバー。オッケー。まあ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 。
全体攻撃の手段っていうのは、ね、多めに持っといた方がいいから。よし。ちょっと待って、このくぼみちょっと気になるっちゃ気になるんだよね。これ。なんもない？あ、なんもないか。特にギミックとかもない。よし。いいんじゃね？これでもう、ねえ。全部ってか4つ揃ったから、盾もらえんじゃねえか？盾。回し蹴り。さみだれ蹴り。殴っての燃え盛るかい？いいねえ。いいねえ。楽だね、やっぱり。こういう戦い方できると。序盤に比べてかなり楽だよ。序盤ほんときつかったからね。39枚。あと1枚かな。あと1枚取りに行くか。まあ、次回にでも。プレミアムバザー。よし。さあ、持ってきたぞ。ジジイ。持ってきたぞ。お前さんかい。ガライの彫像は集まったのかの？はい、オッケー。銀の女神像、金の邪神像、漆黒の悪魔像、純白の天使像。おお、これじゃこれじゃ、よく集めたの、素晴らしいの一言じゃ。約束通りお前さんにやろう。受け取りなさい。受け取りなさいってか。また何か欲しいものがあったらよろしく頼むぞい。ちょっといや、ないのか。よーし、これで揃ったんじゃね？天空装備。ねえ。天空装備揃ったぜ。で、どうなんの？って話だよね。これでゴッドサイド行きゃいいのかな？ちょっとわかんないですけど。どうしたらいいんでしょうね。ちょっとわかんない。どこだったっけな？一つさ、ちょっと、小さなメダル逃してるところあるんだけど、モンバーバラだったかな。はい。じゃあ、どうしたらいいかちょっとわかんないんで、とりあえず今回ここまでにしとこう。で、次回、なんだっけ、ゴッドサイド、ちょっと行ってみよう。ゴッドサイド、この天空装備が揃ったことによって、なんかゴッドサイドで、なんかイベント発生する可能性あるから、あと実際何せって話だよね。あー、サントヘムの王様のとこ行ってなんか聞いてくりゃいいのかな？ちょっとわかんないけど、まあその辺ちょっとまた考えます。はい。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。